せーの、みきちゃん。はじです。つむちゃんです。やっちゃんです。はじです。あみちゃんです。私たちアドバイスカクニキです。はい、ということですね、今日はあれをやっていこうと思います。はい、作ってみよう、食べきりおいしいポップコーン。いつもやってるですね。そう、いつもやってるあれをやっていきたいと思います。なんだ。先日ですね、ポップコーンっていう曲を配信リリースさせていただきましたが、はい、ポップコーンにちなんでちょっとみんなで食べきりおいしいポップコーンを自分なりに研究して作ってみようという、実験って言ったらですけど、料理をしていこうと思います。はい、はい、もう私はもうあの無難って言ったらあれなんですけど、絶対に美味しいこと間違いない、これを使います。大学芋だれー。そんなのあるんだ。絶対美味しいですね。そう、秋さつまいもの季節がやってきましたということで、まあね、とびきり美味しいポップコーン、私キャラメルポップコーンが好きなんで、甘いポップコーン作りたいなと思って、うん、おー、じゃあ先に温まってきた、あれを温めちゃいましょう。これ絶対美味しいよね。いや、美味しいと思う。砂糖とかね、いろいろ入ってると思う。どうやって作るんだっけ、大学芋。大学芋ってさ、みりんとか醤油とかさ、蜂蜜とか入れるよね。じゃあそれが全部入ってる。そう。だからもう、あの全部贅沢に使っちゃった。え、もうなんかポップコーンの匂いする。いや、ポップコーン開いてんのよ。開いてんのよ。開いてんのよ。では、ポップコーン入れまーす。いいよね、もう。はい。あ、これ絶対美味しいじゃん。このぐらい？ですね。わあ、ポップコーン屋さんになった気分だね。もうなんかポップコーン嬉しそうですよ。え、美味しそう、美味しそう。普通に。やばい。いや、ごまとか買ってくればよかったわ、最後かけるの。ああ。すごい。スプーンで混ぜれます？混ぜるしかないのよ。頑張って。塩味とかなんか甘じょっぱくてめっちゃ美味しくなりそう。確かに。やばい。大学ポップコーンですね。大学ポップコーン。ではいただいてみましょう。いただきます。香りがやばい、まず。映画館の香り。これマジで美味しいかな。ポップコーン屋だ。うん。いただきます。うまい。うん。うん。うん。大学芋だ。美味しい。うん、ごい。好きかもです、私結構。しかもなんかあったかいのがいいね、うん、いいですよね、またしっとりだったね、意外と。うん、え、すごい上品な味になったしっとり、びっくりした、結構これ危うくない位置。え、何、順位つけんのこれ。え、みんなでパーティーしてるだけか。うん、危ない、負けん気出しちゃったぜ。いいですか。あ、やばいじゃん、今ここ座ったよ。うちは3つとかあるね。うちは3つだよ。どうする、すごかったよ、今。他にそういう時もありますよ。もう、プチギリギリまでね、行ってた。どうする、どうする。はい、ということで。実はちょっと前置きがあり。うん。あの、リリース12時でしたね。うん。うち12時からポップコーン作ったんです、前。えら。で、一人で大量のポップコーンをね、研究してきました、今日。え、すごい。すごい。研究者。結局10個ぐらい試したんですけど、うん、その中で一番美味しかったポップコーンを紹介します。やったー。今日使うのはこちら、ルルルちゃん。美味しい。あー、まあ、これはうちが頑張った結果ではない、堀石がただすごかったっていう、ただそれだけ。まずですね、ごま油、コレステロールゼロです。そうです、ごま油を入れないと堀石が全部下に落ちるってことが判明して、確かにね、そう、くっつかないからね。最初マジで味なかったんです。でも研究を重ねた結果、すごい、バターだったり普通のサラダ油だったりいろいろやりましたけども、ごま油がやっぱり美味しいですね。結構いきます。わー、カロリー入れました。ごま油の段階で振らないとダメみたい。すごい、なんか本当の研究に。10点、すごい美味しかったのよ。しかも結構多かったね。多かったよね。え、美味しい。え、待って、もう美味しそう。やばい、香りが贅沢使いするね。贅沢だよね、本当に。すごい、これはね、これ半分したらいくらだろう。高いぞ。高いね、だって贅沢だ。うわー、待って、やばい、やばい、やばい。手は何も汚れないし、最高のポップコーンが作れました。おいしい。
とびきり本日ポップコーンです。大事な時にいつもうるさいんだから堀西ポップコーン自食いただきます。うん、おいしい。あ、やばいこれ、めっちゃおいしい。なんか大人の味だよね。うん、毎日でこれやってほしいよね。うん、私はこれにたどり着きまして、これが本当あのポップコーン塩味にさらに合うね。やっぱね、結構1位かも。やばい、これ買ってるでしょ。やばい、勝負してないよ。やばい、そうだ、1だけ勝負してるじゃん。やばいです。わー、次いきたいと思います。大丈夫ね、ちゃんとやってね。いや、ちゃんとやります。ね、中見たの怖い。いやいやいや、怖いの。なんか私は今回はかけるだけの簡単なのにしようかと思ってたんですけど、うん、みんなの見てたらちょっと料理したくなっちゃったので、うん、ホットプレートを使ってみたいと思います。怖い、ホットプレート使える。大丈夫、大丈夫、ひっくり返さん大丈夫。どっちダメだよ、暴走、暴走しない、ホットプレート大丈夫です。今日使うのは、うん、めんつゆ、うん、これはさっき言ってました。高い位置から入れるタイプね。ね、ビクサイも。すごいよ。転がってじゃん。あ、いいね。かわいい。かわいい。絵がかわいい。高い位置から入れるね。え、すごーい。からこれに。来た、来たよ。え、なに、ポッキー、ポッキー。え、なに、その、この。力持ってきた。これ絶対美味しい。美味しいよ。失礼します。いっぱい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 。
食べます。そんなね、芋そんなに食べてるから。やばい。やばい。パーティーおかしいな。やめるもんね。やめるから。それでは皆様。はい。せーの。いただき味噌。いただき味噌。いただきます。まあまあまあ。なんか味ないよ。味薄いな。絶対味ついてない味噌。味噌どこだ。あ、でも、うん、あ、でも美味しい。美味しいかもしれないです。味噌と一緒食べたら美味しいか。いや、あんたたちさ、味噌きた。どの料理にも美味しい美味しい言うの。間違いはないかも。うちは絶対間違いはない。うちは絶対嘘つかない。な、普通。どう。わざわざ作らない。で、いいね、出来たてって感じ。ありがとう。ね、すごい。え、でもなんか別に嫌いじゃないかも。私食べれるわ、すごい。お、だからバターが結構強いところと弱いところが。まあ、死ねない。終わりよければ全てよしってことで。うん。じゃ最後は佐々木ほのか。で。深い。いや、任せろりって感じですね。美味しいのしか絶対作んなそう。そうです。やっぱ料理は得意としてるので。得意としてる。こうちゃん、そば打ち始めないですか？そうなんですよ。実は。そば粉、そば粉？実はちょっと料理使うのありましてですね。おぉ？ダーン！やー！え？え？え？どういうことか分かってるんですか？それが食べるんだって。いや食べるけど、その前にする工程がさ、食べるんだって。おい、あ、食べる。あ、そう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 、噛んでるんですか？なんかその人に、あー、てかさ、チョコだからね、周りが。いいね。え、それはもう、焼肉。焼肉してるみたい。いいんじゃないですか、ちょっと。これもう一個くらい入れてみようかな。贅沢使いじゃない、かなり。そうです。しかもパルムなんですよ。パルムさん、ちょっと冷凍庫にお帰りしていただいたんですよ。あ、もう使わないですか？あ、使わんかも。2個でね、多分いけそうね。これ以上使われたら困るわ。あと全然。やばい大丈夫ですか？全然やから。で、もうここでいっちゃいましょうね。でも美味しいに決まってるよね、これ。確かに美味しい。美味しいよな。え、美味しいでしょ。このまま食べたい。もういいんじゃない？あ、確かに。あ、美味しそう。ね、やってそう。いいんじゃないですか？簡単に食べるやつ。ゴールド。ゴールドストーンみたいな。へぇー。なんか歌いながらやってよ。ちょっと。おお、準備はいい。イエーイ、まだできてないの。もう行ってちゃうよ、遥か遠くへ。羽から始まった気持ちいい。え、美味しそう。あ、でもなんかいい感じじゃないですか？みたい。あなた、いい感じじゃないですか？いただきまーす。熱くないですかね、多分。すごい。あ、ガガガガガ。アイスだから大丈夫です。うん。あ、うまっ。抹茶抹茶、パルムにして正解だ。めっちゃ抹茶、うまっ。でもなんかもうちょっとパリパリしてる。やっぱチョコだよ。おいしい。あ、なんか抹茶だから甘すぎなくてめっちゃいい。うん。やいすごい怪しいのがちらほらありましたけど、ちらほら皆さんもぜひ美味しいポップコーンの食べ方を見つけたら教えてください。教えてね。ということで、現在ですね、配信リリースされましたポップコーン、とても可愛くなっているので、はい、ポップコーンパーティーしながら一緒に聴いて楽しんでください。それでは以上、アップアップアイサコニキでした。せーの、ニキちゃん。